1839年に描かれたブリッジウォーター工場の様子。鉄道とブリッジウォーター運河に面しているナスミス・ウィールソンはかつてイギリスのマンチェスターにあった工作機械及び機関車のメーカーである。会社は1836年にジェームス・ナスミスによってマンチェスター近郊のパトリック・ロフトに創設された。最初は共同経営者としてホルブルックがスケールを迎えたため、 会社名はナスミス・ガスケルと称した。工場はブリッジウォーター運河とリバプールマンチェスター鉄道に面した区画に建てられブリッジウォーター工場と呼ばれた。1838年、資本の拡大に迫られてヘンリー・ガーネット、ジョージ・ハンフリーズが経営に加わった。1848年にはハンフリーズが退社し、1850年にはガスケルも退社したため、 会社名は、ジェームス・ナ・スミスに改められた。さらに、1856年には、ジェームス・ナ・スミスも引退、退社し、ヘンリー・ガーネットのみが残る形となった。そのため、ヘンリーは、彼の家族であるチャールズ・ガーネットとロバート・ガーネット、さらにロバート・ウィルソンを迎え、会社名をパトリック・ロフト・アイアンワークスに改めたが、1867年に、チャールズとロバート・ガーネットが退社して、 ヘンリー・ガーネットとロバート・ウィルソンの経営となり、会社名はナスミス・ウィルソンと改称された。日本ではこの名称でよく知られている。しかしながら、1930年頃からの経済強行によって経営が怪しくなり、1939年、ついに機関車の製造を中止した。その際、イギリス機関車製造業者連合にデザインと設計をすべて引き渡した。会社は、 蒸気ハンマー及び工作機械のメーカーとして存続したが、1940年6月1日、工場は軍需省に引き継がれた。しかし、1987年に工場はブリティッシュエアロスペースによって買収され、1989年にパトリック・ロフト工場は閉鎖された。現在は元の建物の一部を含む敷地はビジネス及び技術センターとして使用されたが、 2009年までに中核となる建物は取り壊されてしまった。工場後に残されているナスミス・ウィルソン製の蒸気ハンマー1856年までは工場は多数の工作機械を作ることに集中した。ナスミスの作成した蒸気ハンマーの設計はフランスで最初に製作された。それによりナスミスは特許を保証された。彼はあらゆる用途の蒸気ハンマー、プレーナー、 片削り板を製造し、食い打ち機及び油圧プレス機を設計し、製造した。この会社が蒸気機関車の製造に乗り出したのは、ナスミスがスケル時代の1839年のことで、ある。最初の製品は、リバプールマンチェスター鉄道の車軸配置2の2のに、軽機関車であった。また、 グレートウェスタン鉄道のダニエル・グーチの設計による7フィート期間の機関車を製造したこともある。とはいえ、機関車の製造はあくまで副業であって、1938年の工場閉鎖までの約100年間の製造量数は1650両に過ぎない。ナスミス・ウィルソン製の西部鉄道4号乗機機関車外地を含む日本へは、 1886年から1908年までの23年間に183両が輸入されている。日本はこの会社の大得意先であり、1年間に製造された蒸気機関車のほとんどが日本向けであったこともあったようである。最初に輸入されたのは関節鉄道の0から6から0系タンク機関車で、後に B3 クラス1100型となったものである。また、 同年には同じく関節鉄道の2から4から2系、タンク機関車も輸入されている。この両形式は関節鉄道の標準型としてのみならず、当時建設が盛んであった施設鉄道にも大量に導入され、たメーカーによりも法製造も行われた。このように、ナスミス・ウィルソンは日本の蒸気機関車の標準を作ったメーカーとして特筆される。最後に輸入されたのは、 1908年に東武鉄道が導入した A8 系であった。ありがとうございます。